永禄11年の今日は上杉謙信が武田信玄に塩を送ったとされる日。敵に塩を送るってことわざの由来になったんだって。ゆで卵食べるのに塩がないのは困るだろうって送ってくれたんだっけ。え、そんな理由？じゃあ卵焼きに塩気が欲しかったとか。信玄を勝手に卵好きにしてない？あ、目玉焼きは塩がだったんか。それは塩必要だわ。卵の話じゃないでしょう。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたりメンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。